はい、今日もですね、仮想通貨ニュースっていうのを見ていきましょう。見ていきましょうということで。単純で旧態依然の金融事業は破壊され、一切価値を得られないサービスになるでしょう。他方、水面下で清掃し続けた SBI はついに金融市場の他のプレイヤーたちを圧倒する破壊のフェーズに。キーワードはエクスポネンシャル、指数関数的に。ということで、SBI は着々と指数関数的に伸びてるということですね。この北尾さんっていう人が、銀行はもう価値がないと言ってる。潜伏したまま水面下で成長を続けてきた SBI はついに金融市場の他のプレイヤーたちを圧倒する破壊のフェーズを迎えようとしているということです。SBI はリップルの株の10%を持ってますからね。SBI 証券なんかで、ね、400万口座持ってますから、お客さんが多いんですね。マネックスグループの松本さんとコインチェック、これはまあライバルになるでしょうね。どっちが勝つのか分かりませんけどもね。ちょっと松本さん苦戦してますよ、苦戦。金融庁の許可が下りないとかなんか言ってます。
堀江貴文さんのメルマガ、堀江貴文のブログでは言えない話は毎週月曜日配信。19もの項目に及ぶビジネスや投資のヒントに出会うボリュームたっぷりのメルマガです。初回、初月無料。これ900円ぐらいでしたっけ？安いですよね。ぜひ皆さんどうぞということで。ADK は仮想通貨ではなく、独自の仮想通貨を持っている銀行という感じが出てきたような、タンザニア銀行名公開などがあったわけではないですが、先週引き続き情報たっぷりな1週間です。ADK っていうのは結構盛り上がってきてますね。ドカンってくるんじゃないですか、ある時に。ドカンと ADAS クイーンっていうんですか、ところでビットコイン今いくらになってますか？70。トコイン77万円。いい感じで下がってきましたね。もうちょっとしたら買い時になるんじゃないですか。まだ下がるんじゃないかなとは思ってるんですが、下がったら下がったでね、買えばいいっていう話なんですけどね。ペイ、スタバ、ビットコインでの支払い可能に、新プラットフォームに参加。日本のスタバやコンビニの話もそうでしたが、その企業が直接仮想通貨を受け取るのではなく、同様のシステムが仲間に入り、決済時に法定通貨で企業に支払うような時代がまず来るのだろうということで、ワンクッション、消費者とスターバックスの間にワンクッション企業を置いて、
仮想通貨でコーヒーが買えるっていうことになるんですかね。このプラットフォームの構築をすると、スターバックスが。そのプラットフォームの名前はバックトっていうんです。利用者は仮想通貨を保管したり商品を購入できたりするようになる。スターバックスでの店舗での利用が可能になる。ますます便利になってきそうな世の中ですね。ジョン・マカフィーさん、マンデーモーニング・イン・マイ・ネイバーフッド。マカフィーさん、いいとこ住んでますね。こういうとこ住んでみたいっすね。ドロッケンミラー氏、中国経済は日本のバブル崩壊の二の舞になる。ドラッケンミラー氏っていう有名な人がいるんですか？で、中国経済がもうニッチもサッチもいかなくなってるということで、バブル崩壊。世界同時株安がもうそろそろ訪れるかもしれないということでね。元も危ないですね。元も危ないし、元のインフレになるかもしれないですね。仮想通貨で持っといた方がいいかもしれないですね。地方都市で時給1000円あれば8時間かける20日で16万円月に稼げますということです。いいですね。8時間で20日間で16万円で実家から通えると16万円丸々もらえますから、裕福な生活ができますね。
アリスのシステム、サーバーサイドアーキテクチャ、その1、アリスサーバーサイド構成。なんという専門的な記事なんでしょう。後で読んでおきます。今時転勤強制やってるような、何、ブラック企業からは優秀な若者がどんどん逃げていくでしょうね。住む場所も選べないようじゃ人生設計できないですからね。すると会社に残るのは思考停止の社畜たちと時代遅れな経営者だけ。厳しいぜよ。そうですね。まあ転勤で苦しんでる人もいっぱいいますからね。家建てた瞬間に転勤っていうのもありえますから。で、転勤先でアパート借りないといけないし、家のローンも払わないといけないし、ということで大変な世の中になっちゃいますね。家を買うっていうのはリスクが。がありますね。怖いですね。私の会社も今月は残ゼロになっちゃいました。まあ残業ゼロの方が早く帰れていいんですけどね。多くの企業はそういう風になっていくんじゃないでしょうかね。もしや公的資金はクリプトに配分すべき時が近づいてるんではないか。国債と逆相関したりする、またまあ妄想ですけどね、ということで、まあ各国の政府も仮想ビットコインをはじめ仮想通貨を買い込んでですね、運用していくことになるんじゃないでしょうかね。生き残りをかけてですね、各国の法定通貨は
値下がってきますからね。日本円は、オリンピックまでは大丈夫なんじゃないでしょうか。オリンピック後は心配ですね。日本も人口減りますからね。海外に移住し始めてる人も多いと思いますが。タイとかね、いいみたいですけどね。リップルは特に巨大市場のインドに関心があるということです。先日もコタック、マヒンドラ、バンクはリップルネットに1300の支店を統合すると発表しました。さて、最近のリップル価格は変動が小さい爆発を起こす可能性があるボイラー内に圧力が高まっているという兆候だ。リップルは去年もそうでしたね。だら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 と、ビットコインは上がってるんだけど、リップルはちょっとずつ下がって、あんまり反応ないといったところで、急にドカンときましたからね。なんか、リップルが、今度は、ビットコインより先にドカンと来ちゃうかもしれないですね。今、いくらでしたっけ ?50 円切ったんでしたっけ ?45 円ぐらいですか。リップルがインドの市場を取ればですね、大きいと思いますけどね。そうなるんでしょうけど。忘れがちですが、池早はガチの限界集落に住んでいます。田舎からコツコツと国づくりをしていきます。仲間は着実に集まっています。皇族も育っています。ということで、あんまり限界集落でじゃなくてもいいと思うんですけどね。ある程度の田舎でいいんじゃないかと思う。限界集落に住んでることがあれなんですかね、価値があるってことなんですか。スーパーに近いってことはいいです、の方がいいと思うんだけどね。今僕はスーパーに近いとこ住んでて歩いて行けるんで、便利なんですよね。スーパーは、惣菜が半額、夕方半額になるのがあって、ほんと便利ですよね。100円のおにぎりが50円になるっ
400円の弁当が200円で売られているということですから、中国の今後の3年間の償還額195兆円、償還のためには原高誘導したい、貿易のためには原安誘導したい、もう中国積んでいる、空振り仕掛けて潰して儲け、買い叩いて儲けるのがアメリカンスタイル、なんですか、中国、早く潰れてほしいですね。いや、潰れないんじゃないでしょうか。中国の時代。ま、中国が一番アメリカの債券を、国債を買ってますからね。まあ、アメリカよりは中国が残るんじゃないですか。ビットコイン先物の大口取引で損失、仮想通貨交換業者がカバーできず、 OKEX がカバーできず他の複数のトレーダーに含み益の一部放棄を求めていたことで、当社に対する信頼感が揺らいでいる、すでに野村ホールディングスは仮想通貨カストディサービスを発表している。その他 JP モルガン、BNY メロン、ノーザントラストも同様のサービスを準備中。野村ホールディングス早いですね。仮想通貨の保管サービスを発表しているということです。どれだけ信頼度が高いのかわからないけどね。他、まあ、業者向けに、ね、保管サービスやるんでしょうね。コインチェックなんかすぐね、盗難になっちゃうから、ここに収めたりとか、やるんでしょう。あと、投資信託とかね、野村の、安全なカストディサービスを使うんでしょうね。
ビットコインのハッシュレートが 52EH パー S 超え。ビットコイン価格はハッシュレートを追従するため、相場は上昇するだろうと予測ということです。ビットコインの送金がまた盛んになってきたんですかね。いずれ仮想通貨もどこかの機関が取り締まる対象になると思います。逆にそうならなければ、仮想通貨を降ります。機関投資家が入ってこれないからです。取り締まりって言ってもね、仮想通貨は中央集権がいないことが価値を生んでいるんですから、取り締まるということは意味をなさないですよね。非中央集権なのは仮想通貨の中でもビットコインだけなんですよ。あとはいろんな財団が管理してますから、ネムだとか、エイダとかですね。管理されてるんです。ビットコインは管理されていない。だから価値があるんだと思うのですが。どうでしょうか。タオさん、ジャパン SBI グループ to develop crypto derivative platform following new investment。 新しい投資先として暗号通貨デリバティブを開発したということです。SBI がですね。SBI グループ。北尾さんのいろんなとこ仕掛けてますね。マイニングも、ね、ビットコインキャッシュのマイニングもやるって言ってるし、デリバティブも、やるって言ってますね。さすが北尾さん、フットワークが軽いですね。日本は仮想通貨に寛容な国の一つであると言っています。
ということでね、テックビューロー日本でのコムサ新規 ICO プロジェクトは、情勢を鑑み、当面見送り、ということで、コムサプロジェクトは日本で立ち上げられないということで、海外で新天地を求め、やるということで、日本は審査が厳しいから通らないということですね。残念でした。コムサ持ってる人はどうなんでしょうね。もう売ってしまったんですかね、皆さん、コムサ持ってた人。事業性が見えないですもんね。売りましょうということですね。はい。ということで、終わらせていただきます。